こんにちは、のりこです。今日は優しいモーニングフローヨガのレッスンをしたいと思います。寝てる間に硬くなった筋肉をほぐし、血行を良くして、今日一日の準備運動をするようなイメージで動いていきましょう。それでは早速始めます。まず仰向けになります。では仰向けになりましたら、両足を天井に伸ばします。足をブラブラブラーと揺らして、足首とふくらはぎ、足全体を緩めていきましょう。それではゆっくりと動きを止めて、軽くお膝を曲げます。左の足の甲を使って右のふくらはぎを叩きながら緩めてマッサージします。では足を入れ替えます。右の足の甲で左のふくらはぎをマッサージします。ではゆっくり動きを止めて、お膝を曲げます。右の足が上になるようにクロスします。または右の足の甲を左のふくらはぎに当ててみましょう。どちらでも大丈夫です。両手を肩の高さに広げて、手のひらは上です。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと両足組んだまま左にパターンと倒します。上半身とお顔は真上、天井に向けたままで大丈夫です。右の肩が床から浮いても大丈夫ですので、右の腰から背中、気持ちよく伸ばします。では次の吸う息で両足真ん中に戻します。足を入れ替えます。今度は左足が上になるようにクロスします。このままでも大丈夫ですし、左の足の甲を右のふくらはぎに当ててみましょう。鼻から息を吸って、吐きながら組んだまま両足を右にパターンと倒します。上半身とお顔は天井に向けたままで大丈夫です。左の肩は床から浮いても大丈夫ですので、気持ちよく左のお尻から腰、背中まで伸ばします。次の吸い息でゆっくりと両足真ん中に戻して、足をほどきます。そのまま両手で両膝を抱えて、吐きながら太ももとお腹を近づけて、ガス抜きのポーズです。太ももで下腹部を圧迫したまま腹式呼吸をして、腸のマッサージをします。内臓に刺激を与えて、体の内側から温めていきましょう。次の吸い気で手の力を緩めて、両手を太ももの裏に当てます。では足で勢いをつけて、 2,3 回目でゆっくりと起き上がりましょう。起き上がってきたら、体の中心にかかとを前後に並べる、揃えておきます。どちらの足が前でも構いません。かかとを体に引き寄せて、上体を前に倒して、お尻のお肉を外に出します。骨盤を立てて、背骨まっすぐ上に引き上げます。両手を楽にお膝に乗せます。手のひらは上でも下でもどちらでも構いません。頭を前に倒して、右から大きく首を回します。ご自身のペースで大丈夫です。首周りをしっかりと緩めましょう。
では次に頭が一番前に降りてきたタイミングで反対左回しに切り替えます。ではラスト1回ゆっくりと回します。頭が一番前に降りてきたタイミングで動きを止めましょう。そのままお顔を正面に向けます。では両手、手のひらを上にしている方は手のひらを下に向けます。続いて背骨を緩めます。息を吸いながら少し背中を前に倒して胸を突き出して斜め上天井を見上げます。次の吐く息で今度は骨盤を後ろに傾けながら背中を丸めて頭を前に倒しておへそを覗き込みます。ではご自身の呼吸に合わせて繰り返します。また次の吸う息で骨盤を前に倒しながら胸を突き出して顎突き出して斜め上を見上げます。また次の吐く息のタイミングで骨盤を後ろに傾けながら背中をゆっくり丸めて胸を縮めて頭を前に倒しておへそを覗き込みます。ゆっくりとご自身のペースで繰り返しながら骨盤や背骨をゆっくり緩めます。胸も気持ちよく広げましょう。背中を丸めるときは背中を広げるようにしっかりと伸ばします。ではゆっくりと動きを止めて骨盤を立てながら背骨をまっすぐ、お顔正面元の位置に戻します。両手を体側に下ろします。吸いながら右手を天井に伸ばして吐きながらゆっくり上体を左に倒します。お顔は首がきつくないところに楽に向けます。斜め上でも正面でもマットでも構いません。右のお尻がマットから浮かないようにお尻を安定させたまま腰から体側を伸ばして肩はリラックスです。肩が落ちてこないようにしっかりと胸、肩を開いて呼吸を繰り返します。次の吸気でゆっくり上体を起こして吐いて右手を下ろします。反対で吸いながら左手を天井に伸ばして吐きながらゆっくり上体を右に倒します。お顔は首がきつくないところに楽に向けます。左のお尻でマットをしながら体側をもう一つ伸ばして肩はリラックスです。深い呼吸を繰り返しましょう。次の吸い息でゆっくり上体を起こして吐いて左手を下ろします。では両手を体の前に持っていきます。ちょうど肩の前に両手を下ろしてそのまま肘を下ろします。肘を下ろしたら手のひらを上にします。手の甲をマットにつけて背中、肩、肘、手首リラックスします。で首の後ろも緩めて深い呼吸を繰り返します。では次の吸気で右手だけ天井に伸ばして目線は右手の指先です。右の壁に右の胸と脇を向けるようにしっかりと伸ばしましょう。では次の吐く息で右手を下ろして手の甲をマットに下ろします。反対で吸いながら左手を天井に伸ばして目線は左手の指先です。
では次の吐く息でゆっくりと左手を下ろします。左手降りてきたら手のひらをマットにつけて手を手前に引き寄せて上体を起こします。はい、起き上がってきたら両手を体の前について吸いながら片足ずつ後ろに引いてプランク板のポーズです。つま先を立ててかかとは軽く後ろに引きます。お尻は上がりすぎず下がりすぎず、そしておへその下に力を入れて体幹を使います。では次の吐く息でお膝、足の甲をマットに下ろしてそのままお腹、胸を両手の間に下ろします。次の吸う息で手のひらでマットをして上体を引き上げてアップドッグ、お顔は正面に向けておきましょう。では鼻から息を吸って、吐きながら右から後ろをゆっくりと振り返りましょう。右足のかかとを見つめるようにして左の腰を伸ばして右の腰をゆっくりと縮めます。では次の吸う息で上体を顔正面、吐きながら今度は左から後ろをゆっくりと振り返りましょう。骨盤はマットに安定させて右の腰をゆっくりと伸ばします。では次の吸う息でお顔を正面、そのままゆっくりともう一度手のひらでマットをして顎を突き出して斜め上を見上げて腰を気持ちよく反らします。では次の吐く息で目線を下げて吸いながらつま先を立てて、吐きながら手のひらでマットをしてお尻を持ち上げてダウンドッグ、下向きの犬のポーズです。手のひら全体でマットをして、その力を背骨からおへその下、お尻までゆっくりと伝えていきましょう。目線は両足の間かつま先を見ます。かかとがマットから浮いていても、お膝を緩めても大丈夫です。今日伸ばせそうなところまでお膝の裏伸ばして、かかとをゆっくりとマットに近づけてみましょう。胸をまっすぐ開いて、肩甲骨と肩甲骨の間を真ん中に寄せて呼吸を繰り返します。ではその状態のまま右のお膝を曲げて左のかかとをマットにつきます。交互に行いましょう。今度は左のかかとを持ち上げてお膝を曲げて右のかかとをマットにつけます。ではご自身のペースで歩くように何度か繰り返し行いましょう。片足ずつしっかりと膝の裏を伸ばしてみます。ではゆっくりと動きを止めます。次の吸う息でお顔を上げて両手の間を見ます。両手の間までゆっくりと歩いていきましょう。では両足が揃ったら両手を一度マットから離して反対の腕か肘をつかみます。お膝緩めても大丈夫ですので心地よいところで伸ばしておきましょう。頭を前に倒して首の後ろもブラーンとリラックス。ではその状態で上半身や首を前後に動かしてみます。上半身ゆるゆると力を抜きましょう。ではゆっくりと動きを止めます。では両手を離してマットにつきます。この時お膝の裏が痛い時は曲げても大丈夫です。では鼻から息を吸って、吐きながら両手をトコトコトコと右側に歩かせましょう。お顔も右側についていきます。両手の間を見てみましょう。左のお尻周り気持ちよく伸びていると思います。お膝は伸ばしても緩めても大丈夫です。では次の吸う息で両手をまた真ん中に
歩かせて、吐きながら今度は左側に歩かせましょう。右のお尻や足の裏が気持ちよく伸びたらここでキープです。では吸いながら両手を一度真ん中に戻して、背骨一つ一つを積み上げるようにして頭最後になるように上体を起こしていきます。では起き上がってきましたら、何度か優しい太陽礼拝をして体をゆっくり目覚めさせます。吸いながら両手を大きく広げて頭の上で合掌です。息を吸い切って、吐きながら手のひら正面、ゆっくりと両手を太ももの上に乗せます。次の吸い気で軽く手のひらで太ももプッシュ、背骨を伸ばして斜め前の床を見ます。お膝の裏を気持ちよく伸ばして、気持ちお尻を後ろに突き出してみましょう。太ももの裏ストレッチです。では次の吐く息で上体を前に倒しながら太ももに上体を近づけます。そのまま軽くお膝を曲げてスクワット、スクワットのまま吸いながら上体を斜め上に引き上げて両手を斜め上で合掌、椅子のポーズです。少しキープです。では次の吐く息でお膝の裏伸ばして、そのまま前屈です。両手は床についてもつかなくても大丈夫です。吸いながら両手を大きく広げながら上体を起こして、そのまま頭の上で合掌です。息を吸い切って、吐きながら両手を胸の中心に下ろして親指を胸の中心に押し当てます。ではあと2回同じ動作を行います。両手を体側に下ろします。吸いながら両手を大きく広げて頭の上で合掌です。息を吸い切って、吐きながら手のひら正面、ゆっくりと両手を太ももに乗せます。吸いながら手のひらで軽くプッシュ、背骨を伸ばして斜め前の床を見ます。太ももの裏優しく伸ばしましょう。では次の吐く息で上体を太ももに近づけます。吸いながらお膝を軽く曲げて、そのまま上体を斜め上に引き上げて両手を斜め上で合掌、椅子のポーズです。スクワットで少しキープです。目線は両手の間を見てみましょう。では次の吐く息で両手を前に倒して前屈、お膝の裏を伸ばして上半身リラックス、吸いながら両手を大きく広げて上体を起こして、そのまま頭の上で合掌、息を吐きながら両手を胸の中心に下ろして親指を胸の中心に押し当てます。ではラスト1回です。両手を体側に下ろします。吸いながら両手を大きく広げて頭の上で合掌です。息を吸い切って、吐きながら手のひら正面、ゆっくりと両手を太ももの上に乗せます。次の吸い気で手のひらでプッシュ、お尻を突き出して斜め前の床を見て太ももの裏ストレッチです。では吐きながら上半身を太ももに近づけて、吸いながらお膝を曲げてスクワット、上体を起こしながら斜め上に両手を合掌、目線は両手の間を見て椅子のポーズです。太ももを使って代謝を上げましょう。少しキープです。では次の吐く息で上体前に倒して前屈、お膝の裏を気持ちよいところまで伸ばします。両手はマットについてもつかなくてもどちらでも大丈夫です。吸いながら両手を大きく広げながら上体を起こして、そのまま頭の上で合掌、息を吸い切って、
吐きながら両手を胸の中心に下ろして、親指を胸の中心に押し当てて呼吸を整えます。では両手を体側に下ろします。鼻から息を吸って、吐きながら左足を大きく真後ろに一歩引きます。かかととかかとを一直線に乗せて、左足のつま先斜め45度に向けておきます。では骨盤を正面に向けます。息を吸いながら両手を広げて、そのまま頭の上で合掌です。一度ここでキープしましょう。両方の足の裏を均等に使います。では次の吐く息で右のお膝をゆっくりと曲げて、ビラバドラアーサナ1、戦士のポーズ1です。足の幅が足らないときは後ろの足を引いて調節です。骨盤をしっかりと正面に向けて、右の太もも使いましょう。肩はリラックスで大丈夫です。では次の吐く息で、そのまま骨盤を左に向けて、両手を肩の高さに下ろして、目線は右手の指先遠くを見て、ビラバドラアーサナ2です。この時も足の幅が足らない時は後ろの足を引いて調節です。見えない壁を指先で前後に長く押してみましょう。それでは右手のひらだけ上に向けて息を吸います。吐きながら右手が上、左手を太ももの裏、そのままゆっくりと上体を後ろに反らしてリバースウォリアーです。では吸いながら上体を起こして、お膝を伸ばして、左のお尻が後ろ、上体を前に倒して、左手天井、トリコマーサナ三角のポーズです。目線は左手の指先です。右手の位置はご自身で調節です。太ももの上でも大丈夫ですので、お膝のお皿だけは触れないように注意しておきましょう。それでは次の吐く息で右のお膝を曲げます。では両手をそのまま右足の親指側につきます。骨盤を真下に向けて、左足のつま先を立てましょう。次の吸う息で右手を天井に伸ばして、目線は右手の指先です。少しねじりを加えながら骨盤周りを緩めていきます。この時も胸が気持ちよく伸びていきますので、胸を開いて深い呼吸を繰り返しましょう。目線は優しく天井を見上げます。では次の吐く息で右手を下ろして、小指側につきます。吸いながら左足を蹴って右足に揃えながら、そのままゆっくりと上体、頭最後になるように起き上がりましょう。はい、では反対で同じ動作を行います。鼻から息を吸って、吐きながら右足を大きく真後ろに一歩引きます。かかととかかとが一直線に乗るようにして、右足のつま先だけ斜め45度外側に向けておきます。安定したら骨盤を真正面に向けましょう。肩はリラックス、吸いながら両手を大きく広げて頭の上で合掌、ここでキープです。肩はリラックス、胸を開いて正面を見て深い呼吸を繰り返しましょう。胸が引き上がってポジティブな気分になります。では次の吐く息でゆっくりと左の膝を曲げて、ビラバドラアーサナ1、戦士のポーズ1です。左の太ももを使って体重を上げましょう。足の幅が足らなかったら後ろの足をゆっくりと引いて調節です。深い呼吸を繰り返します。では次の吐く息です。下半身そのまま、骨盤だけ右に向けて、両手を肩の高さに下ろして、目線は左手の指先遠くを見て、ビラバドラアーサナ2、戦士のポーズ1で
戦士のポーズ2です。足の幅が足らないときは後ろの足を引いて調節です。肩をリラックス、上体真上に引き上げて、左のお膝は正面に向かって垂直です。いい感じです。それではその状態のまま左手のひらを上に向けて息を吸います。吐きながら左手が上、右手が太ももの裏、そのまま少し上体を後ろに反らしてリバースウォリアーです。では吸いながらゆっくり上体を起こして、左のお膝伸ばして、お尻が後ろ、上体を前に倒して右手をそのまま天井、目線は右手の指先を見て三角のポーズです。左手の位置はご自身で調節で大丈夫です。お尻が後ろに引いていかないように、ちょっと骨盤を左の壁に突き出すように立ててみましょう。胸はリラックス、深い呼吸です。左の内股、右の腰が気持ちよく伸びます。それでは次の吐く息で軽く左の膝を曲げて、両手を左足の親指側につきます。骨盤を真下に向けて、右足のつま先を立てましょう。次の吸う息で左手を天井に伸ばして、目線は左手の指先です。しっかりと骨盤を左に回転させながら、骨盤周りの筋肉を緩めます。胸と肩はリラックス、深い呼吸を繰り返しましょう。では次の吐く息でゆっくりと左手を左足の小指側について、吸いながら右足を蹴って左足に揃えます。そのまま頭が最後になるようにゆっくりと上体を起こします。起き上がってきたら足の幅を肩幅程度に開いて、つま先を少し外側に向けておきましょう。では続いて内股を開いて、骨盤周りの血流を良くしていきます。鼻から息を吸って、吐きながらそのまま前屈です。お膝は緩めても大丈夫ですので、一度両手をマットにつけましょう。そしてそのままゆっくりとお膝を曲げてしゃがみます。お尻は浮かせたままです。お膝を外に開いて、優しく内股開いて伸ばします。で、このままでも大丈夫ですし、少し上体を中に入れることができそうでしたら、上体を少し前に倒してみましょう。肩を下げて、肘も楽にゆっくりと下ろしていきます。上半身も前に倒して、目線は床です。それでは次の吸う息でゆっくりと上体を起こしながら、そのまま肘でお膝を外に出しましょう。押します。肘でお膝を内側から外に押して、両手を胸の前で合掌します。手で押し合いながら、肘でぐーっと両膝を外に開きながら、お尻はできるだけ真下に向けるようなイメージで、内股気持ちよく開きて伸ばします。マーラーサナ、花輪のポーズです。では次の吐く息で肘の力を緩めて、両手を床に下ろして、お尻を下ろして、そのまま両足を前に伸ばします。お尻のお肉を外に出して、骨盤を立てて、つま先は天井です。では最後は前屈です。肩の真下に楽に両手を下ろして、吸いながらお尻でマットをして、背骨を頭頂まで長くまっすぐ引き上げましょう。次の吐く息で手を前に歩かせて、心地よいところまで前屈です。両足の裏が気持ちよく伸びたところで動きを止めましょう。両手は足の上に乗せても、マットでも足の裏を掴んでも、
フックで親指に引っ掛けてもどこでも大丈夫です。背中、首の後ろをリラックスして呼吸を繰り返しましょう。それでは吸いながら手を手前に引き寄せて頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。起き上がってきたら楽な姿勢で座ります。それでは本日のレッスンは以上です。また次回のレッスンでお会いしましょう。ありがとうございました。